夏子さん、こんにちは。こんにちは。夏子さん、どこにいますか？今。今は家にいます。日本のどこでしょう日本の大阪にいます。大阪府。大阪には何がありますか？大阪には、美味しい食べ物がいっぱいあります。食べ物。じゃあ、夏子さんの家に食べ物がありますか？家に あります。私の家には、たこ焼き器があります。たこ焼き器。たこ焼きメーカー。たこ焼きメーカーがある。その、朝ごはんに、たこ焼きを食べることがありますか？朝ごはんはないです。でも、夜ごはんに友達と一緒にたこ焼きパーティーをします。たこ焼きパーティたこ焼きパーティーめっちゃ美味しいです。じゃ、今日は、今、何時ですか？今はお昼の4時12分です。今日は、大学に行きましたか？今は大学は冬休みで、日本の大学は1月から4月まで休みです。めっちゃ長い休みがあります。長いね。長い長い。ああ、じゃあ休みです。そうです。でも、就職活動をしないといけないので、仕事を毎日探してます。じゃあ仕事を探しています。はい。フルタイムの仕事をフル探タイムしのてい仕ます。事。はい。セブンイレブンの仕事じゃなくて、セブンイレブンのレジとかじゃなくて、オフィスワークみたいな仕事とか、まあ、外国人を助けたい仕事を探してます。そう。なんか、国英人。語使える仕事がいいです。英語。じゃあ、夏子さん、英語できますか？大学が、大学で英語を専攻してます。あと、私の大学には、外国人の留学生がたくさんいるので、友達はいます。だから、毎日英語は使うけど、難しいです。はい。英語は、子供の時、勉強しましたか？幼稚園ぐらいに英会話スクールに行ったけど、でも、全然、遊びばっかりでした。なんか、ボードゲームとか、なんか、遊んで英語使うみたいな。だから、リスニングは大丈夫だけど、スピーキングは難しいです。あ、そうなんですか。そうです。英語が嫌いになりませんでした。逆に、英語しかできなかったから、中学校の時とか、高校の時、数学がもう、0点とか。だから、英語だけ100点とか、90点とか、だからもう、英語のみで、
あと、英語が話せると、いろんな外国人と話せて、もっともっと視野が広くなるから、英語が好きです。じそう。ゃあ、じゃあ数学はあまり 上数学手。めっちゃ悪いです。めっちゃ悪いです。はい。そうそう。でも英語はできました。英語は、まあ、日本の学校の英語は、こう、典型的な、英語で、なんか、教科書を覚える終わり。だから、スピーキングもないし、ただただ暗記だけなので、簡単でした。はい。そうですか。なんかテストを、よく受けましたか？大学の時は、トーフルは受けて、今はトイックを勉強してます。はい。あと、英語検定、英検も勉強してます。はい。あ、必要ですか？そのそう、テスト。トイックは、日本で、いい仕事をゲットするときに必要です。で、トイフルは留学するときに必要。英語検定も、まあ、就職で、履歴書に、こう、資格が何も書けないのが、日本ではあまり良くないので、とりあえず、こう、トイック何点、英語検定何点、何級とか、そういうのを書くために は 頑張ってます。い。じゃあ、仕事、今まで、どんな仕事をしましたか？今まで、全部バイトで、まあ、普通の CD ショップで、レジ、とか、接客とか、販売とか、あとは、大阪城で、道案内とか、時々英語使って、道案内とか、あとは、ボランティアで日本語の先生というか教えることはしました。なんかほとんどレジばかり。セブンイレブンでバイトをしたことがありますか？ないです。ないです。セブンイレブンは、イメージ的にすごい大変そう。なんかこう、私はこう、一つだけを集中するタイプで、他のことを一緒にマルチタスクできない。から、セブンイレブンの人は、こう、このレジに渡されたものと、タバコとか、おでんとか、こう、いろいろして、あと、郵便とか、しないといけないから、選んだことはないかな。あと、給料が低い。セブンイレブンは、低いと思います。じゃあ、やっぱりね、お金が必要です。必要ですね。で、私の住んでるところは、めっちゃ田舎だから、最低賃金がすごい低い。で、大阪駅とか、都会は、まあ、800円、900円ありますけど、田舎は720とか30とかがいっぱいあるから、仕事とかバイトは大変です。じゃあやっぱり自分の家を買うことができませんね。できない。そう、だからここは今、実家です。はい。そうです。
親は仕事をしていますか？はい、今二人ともしてます。なんか自分のビジネスやっていますか？親。そうですね。両親とも武道の先生してて、武道、マシャラ。だから、自分のビジネスで生徒を集めて、うん、教えて、武道を教えて、あとは海外に武道を教えに行ったりっていうのもしてます。わお。武道って、何ですか？その、柔道。合気道です。合気道。合気道。はい。そう、だから、早い頃からずっと合気道してます。夏子さんは？してます、してます。今もしてます、はい。合気道は、なんか、うん。何を。聞いたことありますか？何？合気道聞いたことありますか？あ、聞いたことは。あ、あります？あります。なんか、さあ、その、刀を使いませんね。うん、そう。メインは体とか、合気道は試合がないので、うん、こう、護身術、自分の身を守る武道だから、例えば、女の子とか、女の人とかが、こう、夜とかに、こう、バッてやられたときに、どう倒すかみたいな。そう、だから、パンチとかキックとかはないです。そう。で、日本人は、よく夜外に出るから、あまり危ないって思ってないんですよね、普通。でも、やっぱたまに危ない人が夜とかいるから、そういう時とかにも使えますね。わお、じゃあ、夏子さんは、その合気道を使って、ね、人をなんか倒したことがありますか？小学校の時に、学校の帰り道に、なんか知らないおじさんがこう手を掴んできて、普通やったらこう引っ張るけど小学生だから弱いんですよね。でもこうやって引っ張ったら、その力がここが抜けていくから、それが合気道の技の一つみたいな感じなんですけど、そういうのを知ってて、まあ、もう逃げたみたいな。そう、でも掴まれた時にどう逃げたとかのもあります。よかったですね。よかった。まあでも、そのペッパースプレーとかは日本では買えますか？ありますか？多分。ドンキホーテとか、なんか、大きいスーパーマーケットとかなら、あるかもしれないけど、日本人はほとんど持ってないと思います。でも、小学生は、全員学校で、防犯ブザーをもらって、ランドセルにつけます。リュックサックとか。そう。やっぱり、まあ、アメリカでは、ペッパースプレーは買えます。ああ、どこでも？ああ、そうみたいですね。ねえ、そう。なんか危ないからですか？ね。アメリカの方が、危ないです。確かにね。行ったことがありますか？アメリカ。アメリカに？うん、ないです。まだ、マレーシアとシンガポールにしか行ったことがなくて、アメリカとカナダとか、
で、仕事を見つけたいです。できれば。そう、だから今は、いろんな会社をネットで探して、履歴書を送っています。その履歴書は長いですか？履歴書。日本の履歴書は全部手書きだから。で、日本人は就職するときに、大学を卒業して就職するときに、全部一枚一枚自分で書くのが大切で、それは字イコールその人の性格が現れるから。でも、そう、アメリカだけじゃなくて、海外は全部一つのレジュメを送るだけなので、びっくりしました。そう。だから日本の履歴書は、すごい、まあ簡単で、名前と住所と学歴と自分のアピールポイントと、あとスケジュールとかを書いて終わりです。でも、手で書きます。手で書きます。手で書きます。あと一番大切なのが、その資格を持ってるかどうかです。じゃあ、どんな仕事をしたいと思いますか？日本、外国人のいる会社で働きたいし、海外で働きたいけど、まだ経験が何もなくて、来年卒業するので、働いた経験が全くないので、それがちょっと難しいです。でも、外国人を助ける、いろんな方法で助ける仕事か、それか外国に行って働くか、英語を使う仕事をしたいですね。日本には、外国人は、ちょっといますね。ちょっといいですね。そう、京都とか多いですよね。京都には。京都、外国人いっぱいいます。そう。何をしていますか？私の知ってる京都の人たちは、留学生とか、まあ、研究で日本に来てたりとか、あとは交換プログラムもあるし、働いてるエンジニアとか、多いです。いや、日本、そうですね。日本に住みたい外国人がたくさんいます。たくさんいますね。どうしてだと思いますか？どうして そう、私は海外に住みたいから、意見が逆なんですよね。でも、多分日本は、やっぱ安全は第一。あと、給料もまあまあ。で、経済もそこまで悪くないし、あとは、テクノロジーとか技術とかが発展してる分もあるのかなと思うし、やっぱりなんか、日本のイメージがいいのかなと思うけど、仕事の面ではあまり良くないと思います。こう、日本に住みたい気持ちはわかるし、いいところだし、とても住むには適してるけど、仕事すると自分の国の方が、もしかしたら、労働基準法とか、こう、
何時から何時まで働くとかの方ことが日本はもっと厳しいかもしれないです。そう。私の友達は面接を受けたときに、この仕事は9時から3時まで言われてたんですけど、残業が多くなって、で、入ったばっかりの人は、ボスより先に帰ってはいけないから、こう、日本人独特の気遣いとかが会社にはあるらしいです。じゃあ、ちょっとね、もうちょっと、簡単な日本語にしましょうね。OK。ちょっと難しくなってきました。はい。じゃあ、夏子さんは、まあ、日本で仕事をしたい。ですか？それとも、海外で仕事をしたいですか？海外でしたいです。でも、それは夢だから 難しいですね。そう。え、じゃあ、海外に行ったことは？その、留学とかもないし、旅行でしか行ったことがないから、でも、こう、チャレンジはしたいです。どこがいいですか？アジアがいい？アメリカがいい？ですか？今はカナダを考えてます。でも、こう日本のプログラムで JICA っていうのがあって、海外に派遣みたいな、ある仕事をゲットしたら海外に行けるっていうのがあって、それも考えてます。ジャイカって、その子供を教えるプログラムですか？いや、JICA は日本人が海外で働いて、日本の仕事の方法を教えるのもあります。仕事の数は30、40とかいっぱいあります。で、そうでのす。中には日本語の先生もあるし、あとは環境問題とかいっぱいいろんなことがあります。やっぱり、海外で、仕事をして、やっぱり、生活したいですね。生活したいですね。カナダは、ちょっと、寒いイメージがありますね。カナダは雪のイメージがありますけど、私は夏が嫌いなので 冬の、方が好きだから、そう。カナダはマイナスとかですよね。多分。あと、熊がいます。熊？はい、カナダには。え？熊なんがか、普通にええ、街なんかなの？人の家に時々行って、プーさん。なんか、なんか、熊が。そっか。でも人をあまり食べません。じゃあ、ご飯だけ？そご飯だけ食べるんですか？ う。はい。あ、じゃあ、お腹空いて、ご飯を探しに家に入って、そう。こう、食べるみたいな。すごい。でも動物が好きです。今ね、猫を2匹飼ってます。そう。
猫と一緒に、散歩をしますか？猫は、一回家出ると帰れません。うちの猫。だから、バイバイみたいな。だから家の中で一緒にいます。うん。そう。犬は散歩するけど、うん、本でも猫と散歩してる人は見たことがないです。猫。猫、うん、猫は何を食べますか？うちの猫は、もちろん、キャットフードとかもある、ありますけど、刺身とか、マグロとか、大好きで。わお、その、高いもの。マグロは。そう、高いものを食べます。なんか一緒に、猫と一緒にレストランに行けますか？猫とは無理ですね。日本は電車の中はこうゲージとかに入れてたら多分動物は OK ですけど、ご飯の場所はダメです。なぜなら、アレルギーの人もいるし、日本は、こう、レストランとかは、とても綺麗な場所なので、犬とかも、ドッグカフェとか、キャットカフェは OK だけど、普通のレストランはダメです。まあ、実は、私も、猫アレルギーです。うん、アレルギー、うん、はい。そうなんだ。猫を触ると、痒くなりますか？いや、痒くなりません。息が、ちょっと、辛くなる？すごい。重いアレルギー。そうね。そっかそっか。残念です。猫が可愛いと思います。可愛い。そう、日本は最近猫カフェ、犬カフェ、鳥カフェ、あと爬虫類、蛇とかイグアナとかのカフェと、今人気がハリネズミカフェ。ハリネズミってなんか、ネズミに、針がある。ん？ I don't know how to say. あー。わかった？はい。あー、ちょっと。ハリネズミカフェだ。すごい女の子に人気です。そう。ハリネズミが欲しいけど、ペットショップでめっちゃ高いらしいです。そう。ちょっと待って、一回ストップしましょうね。はい。こんなんでいいんですか？あ、いいですよ。いいですか？その猫の足とか全然いいですけど、ちょっとキーボードが動かなくなっちゃった。オッケー、ちょっと。ハリネズミ。ハリネズミは英語で何ですか？ヘッジホッグ。ホッグ？ヘッジホッグ。はい。わぁ。オッケー、じゃあ。さあ、夏子さんは、うん。この後。うん。何をしますか？この後は、友達と一緒に履歴書を書きます。はい。そう。カナダ人の友達がいて、その子が
スカイプで履歴書を直してくれます。やっぱり、じゃ、英語で書きますか？そうです。英語で履歴書が初めてなので、方法がわかりません。いや、難しいですよ。なんか、私でも。なんか、うん。じゃあなんか出かけませんか？家の近くに大きいショッピングセンターがあるので、明日、スーツを買いに行きます。そう。で、今、スーツは安いので、その就職活動してる人にクーポンが配られて 20% オフになってるから行きます。そう。ああ、じゃあ今たくさんの人が、就職活動をしています。そうです。日本では3月1日から就職活動が始まって、たくさんの企業が、待ってるので、今みんな頑張ってます。でも日本は勉強と就職活動をどっちも頑張らないといけないので、海外は勉強が終わってから、卒業してから就職活動するところが多いと聞きました。そうですね。はい。いやー、夏子さん、何歳ですか？今は21歳です。ねえ、21歳で仕事を探していますか？21歳で仕事探してます。海外の人は、21歳の時、まだ勉強している人が多いと思いますけど。何歳まで勉強してますか？海外の人は。まあ、やっぱり、まあ人によりますけどね。そっか。22、23まで。かな。21歳。まあやっぱりね、あまり仕事を、たくさん仕事したことが、ないです。ありませんよね。ない。高校生の時は、学校がアルバイト禁止だったので、アルバイトするには、特別な許可が必要で、とても頭のいい人しか、その許可をゲットできなかったので、私は数学がダメだったから、ゲットできなかったでした。高校生の時、アルバイト、できなかった。できなかったです。多分、結構多くの学校が、ここはアルバイト禁止とかあります。禁止なんですね。で、成績が良くて、親も OK して、先生も OK してる人だけ大丈夫でした。あら。まずやっぱり、勉強の方が、大切だから、はい。はい。こう、バイトしすぎて勉強ができないのがダメなので、高校はみんな勉強がメインで、大学はみんなバイトもメインでした。
あら。そう、でも私は大学の1年生と2年生は英語の特別クラスに入って毎日学校に行ってネイティブの先生と英語を話して、もし日本語話したら、うん、マイナスポイントなので、そう、頑張りました。わお。そう、あとはエッセイを毎日、まあ、毎月、うん、で80点以下を取ったらそのクラスから追い出されるので頑張ってました。うん、じゃあ、大学に行かない日本人はいますか？います。たくさんいます。みんな働く？働いたり、あと、専門学校行って、美容師とか、ネイリストとか、あと、動物のお医者さん、ドクターとか、いろんな専門学校があるので、大学以外の人も多いです。夏子さんの大学はいい大学ですか？私の大学は、でも、めちゃくちゃいい大学です。賢いとかっていうより、制度が、まあいいと思います。で、私の大学は、みんな留学に行きたい人たちなので、もし、80点以上取って、スコア、TOEFLとか、TOEIC のスコアが良ければ、うん、半分ぐらいは学校がお金をサポートしてくれます。それで留学に行けます。そう。で、留学生もみんな日本語を勉強しに来ます。だから、日本人は英語を話したいので、留学生のところに行って、留学生は日本語を勉強したくて、だからいい関係でみんないっぱい友達がいます。ああ、だからね、夏子さんにはその外国人の友達がたくさんいますよね。うん、私は大学、正直に言うと大学の外国人は外国人と固まってる人たちか、ある一人の日本人としか話さない人が多くて、なかなか、こう、チャレンジできませんでした。友達を作るのが。緊張もするし、ネイティブの人の前で英語を話すのは、ちょっと日本人はシャイなので、恥ずかしいから、私はいろんなアプリとかウェブで外国人と日本語を一緒に勉強したり英語を教えてもらったりしました。そうです。はい、最後の10分、あと一段落、さらに簡単な日本語で、はい、いきましょうね。はい、さあ、夏子さんは、テレビを見ますか？テレビはよく見ます。インターネット、YouTube は見ますか？はい、テレビより YouTube を見ます。あら。ね、YouTube で、何を見ますか？ YouTube で、海外の YouTuber が、
英語を勉強したり、あと、メイクアップ動画、メイクアップチュートリアルとか、よく見ます。日本人の YouTuber はいますか？日本人はたくさん YouTuber がいます。はい。見ますか？よく見ます。日本。面白い？日本の YouTuber は、ファンがめっちゃ多いです。で、特に女の子が、男の YouTuber を好きで、特別なアカウントとかファングループをよく作ってます。そう。ん？その、ん？日本人の女の人が、その、あ、日本人の YouTuber を見て好きになる。そう、あとファンクラブもあります。ああ、ファンクラブだ。じゃあ、え、でも、桜、男？そう。その YouTuber は。男の YouTuber を、特に女子高生が大好きです。あの、中学生、高校生が、日本の男の YouTuber をかっこいいってなって、みんなフォローしてます。YouTube をしている女の人はいますか？女の人もたくさんいます。で、綺麗な人が多いです。あ、やっぱりそのメイクアップ。メイクアップと、ビデオ。あと日本、あ、英語を教えてる人も有名で、日本人に英語を教えてるバイリンガルの人もいたり、うん、でもメインは美容系、そういうメイクアップとか、スキンケアとかです。うん。夏子さんはメイクアップを、使いますか？はい、メイクアップ使うし、大好きです。日本の芸者はたくさんメイクアップを使いますよね。たくさん、多分あれは違うタイプのメイクアップで、うん、あれはすごい伝統的な方法です。その、夏子さんは芸者に、なりたいですか？芸者になりたくないです。どうしてなりたくないですか？芸者は、お酒とかを渡したり、ついだり、女の、こう、自分の芸をもっといろんな人に見てもらうために、綺麗にならないといけないから、とても大変な道のりです。そう。じゃあ、芸者は、うん、やめましょう。やめましょう。やめましょう。じゃあ、サラリーマンになりますか？サラリーマンは、なりたくないけど、多分なります。はい。サラリーマンは、うん、みんなスーツを着ますね。そうです。夏でも、冬でも、スーツを着ます。うん、毎日、うん。でも、ちょっと、まあね、嬉しくないみたい。ちょっとハッピーじゃないみたい。うん、そう、日本人は、こう、昔のルールをずっと、そのままなので、みんなスーツで、髭も剃って、
髪も黒で、そうなんですか。髪がブロンドでサラリーマンをしている人いませんか？いますけど、大学を卒業して、就職活動するときに、髪の毛が茶色とか金は仕事をゲットできません。あら。黒髪のみです。今の、夏子さんの髪は何色ですか？これは、ちょっと茶色？ そう、黒に染めたけど、ちょっと茶色になりました。そう、だからカナダで仕事がしたいです。なんか髪を、ブロンドに染めたことがありますか？ります。もう全か部、っこよかった。いや、もう全員に、あ、ダメって言われました。似合わないって言われました。あら。はい。日本人は黒が一番です。じゃあ、夏子さん、今、子供がいません。いません。猫だけいつか、です。子供作りたいですか？でも結婚したいです。先に。で、できたら欲しいけど、子供は。結婚が一番です。じゃあ、日本人は子供を作りたくないというのは、嘘ですか？日本人は子供、みんなもちろん欲しいけど、まあ、社会が難しい。仕事が多すぎて、子供が大変だから、なかなか難しいです。でも、子供が嫌いとかあ、それじゃは、ない。それはないです。全員、ちゃんと大好きで、子供も、育ってほしいけど、仕事が難しいです。仕事をしないで、なんか、まあ、それは、無理か。旦那さんが、夫がめっちゃ金持ちで、いい給料だったら大丈夫？多分。そうそう。それか会社が子供を OK なところ。じゃあ会社。会社で男を見つけますか？会社で男は見つけれるかな？わ からん。でも、外国人の人の方が優しそうな気がする。な気がします。日本人は真面目で優しくていい人たくさんいます。でも、やっぱりシャイ。だから、女の子も頑張ります。女の子もアタックします。そういうことではす。さあ、頑張ってください。これからの就職活動。頑張ります。はい。ありがとうございます。ありがとうございましありがた。とう。